広島県民テレビがあなたの学校に行きますよ。こんにちは、広島県民スクールの木下です。浅田です。さあ、今回の広島県民スクールはこちらの高校です。はい、広島市立広島工業高校です。創立は93年。機械や電気、建築など将来のものづくりのスペシャリストを育てている高校ですね。今回のテーマは子育て支援。11月放送の広島県民テレビでも、はい、子育て支援に関する広島県のさまざまな取り組みや子育て支援施設などをご紹介してきましたが、はい、将来のため学生の皆さんにも知っておいてほしい情報がいっぱいです。ということで早速行ってみましょうか。はい、じゃあまずは機械科を覗いてみましょうか。はい、失礼します。こんにちは。おー、何これ、平和の板金術師。銅でできています。平和のっていうのは、広島の高校生として何か平和の願いを伝えることができないかということで、私たち広島志向の機械科の生徒が課題研究という授業の中で銅板で折り鶴を作るということを今行っています。はい、あーすごい硬いもちろんですけど硬い。完成形に行くまで何分ぐらいで作れるもんなの？そうですね、30分ぐらいでできるんですけど、慣れてくると15分ぐらいで一致はできるようになります。広島の平和の思いをその世界に届けたりとか、そういうことを目標に取り組んでいます。これ折り鶴作っていったものっていうのは、どこでこう皆さんにこう発表していくんですか？その軍縮フェローズっていう、その軍縮の会議がこの広島であって、それをの来られた世界の外交官の方々に一人ずつ手渡しでプレゼントさせていただきました。この銅板の折り鶴っていうのを見たらすごい驚かれて、すごく喜んでくれました。なんかかっこいいですね。またこうケースに入ってる銅板折り鶴見るとこれ作っててどういうところが楽しいですか？やっぱり紙じゃできないことがこれではできるので、やっぱりそれが楽しいかなと思います。将来は、そうですね、この経験も生かしつつ、この経験でその手先の器用さだとか、その道具とかいっぱいあるじゃないですか。それをしっかり使って最強の技術者に最強の技術者、目標はアバウトなんですけど、結構大きい目標を掲げといた方がそこには近づけるじゃないですか。俺は大学行かなくてそのまま就職するんですけど、部下とか上司とかにもなんか頼れる社員とかになりたいと。物作り関係なくそういう。それではここで機械科の皆さんに子育て支援クイズ。では早速問題です。広島県は今年度から新しい子育て支援策をはじめ、その支援の中心となる場所の設置を増やしています。フィンランド語で相談をする場所という名前のこの場所なんですが、その場所の名前とは何でしょうか？皆さん、そのフリップにカタカナがあると思いますが、ウ、ネ、ラ、ボ、このカタカナ4文字を並べ替えて完成させてみてください。難しいと思います。ちなみにヒントは、ラはフィンランド語で場所を意味しています。一斉に発表してもらいたいと思います。いきますよ、せーの、ドン。はいはいはい、じゃあまず向こうのチーム、ネウボラ。おお、これはラが場所じゃないですか。で、相談する場所っすよね。はいはいはい、なんで場所はとりあえず最後にもうそういうふうに言って、で、あと勘です。勘で、なるほどね。続いてこちらのチーム、ネウラボ。ここが向こうのチームだ、曲だね。そうですね、なんとかなんとかラボとかあるじゃないですか。はいはいはい、はい、それかなと思って、ネウラボみたいな。ラボって研究所みたいな、そういう意味ですよね。そうですね、はいはい。私がとかな、どうかな。それではいきます。じゃん、はい、ネウボラでした。おー、お見事。そうなんだ。
フィンランドの子育て支援制度ネウボラっていうものが向こうにあって、うん、それを今年度から広島県内3つの市町でモデル事業をこう開始してるんですよ、うん、でそこでは妊娠から出産、まあ、子育ての切れ目ない支援を行えるっていうので一貫して同じ場所で同じ相談員に相談ができるっていうのが特徴なんですよね。広島県内でもそういう相談施設があるというので、うん、みんな覚えておいてください。はい、はい、はい、こんにちは。こんにちは。ああ、わすげえ。また細かいもの作業してる。細かいものだしこっちもすごい、うん、これ作ったんですかね。これも歴代の先輩方が作ったやつです。はあ、なんかさすが建築家っていう感じがしますけど、うん、今これは何を作ってるんですか。これは3年生の自由設計で使うものをちょっと作っています。自由設計、はい、これは何、家。家ですね。ほうほう、かわいい。しかもなんかかなりデザイン性のあるお家じゃないですか、はいはい、これ、ね。こういうこの家の形っていうものを自分たちで考えるの。そうですね。先生がそのお題を出して、うん、細かい指示はないんですけど、うん、そのどういう風にしたらいいよねっていうのを先生が吹きかけた時に、うんうん、あ、これってやっぱこうの方がいいんじゃねえのってなったりして作ったりするんで、うん、結構楽しく。なんでこの建築家に入ろうと思ったんですか。家が好きで、うんうん、その家を設計したいなと思ったから入りました。何になりたいですか。僕はあのお年寄りの方たちが住めるような家を作っていきたいなと思ってます。お、お年寄りの方目指すは一級建築士。頑張って取りたいと思います。お、頑張って取っていいのね、作ってもらわないと。で彼もそう。まあ、そうですね。いいな、これ夢があっていいな、この建築ですね、うん、それではここで問題です、はい、今年度から広島県でも始められている広島版ネウボラ、妊娠から出産、子育てまでを一貫して同じ場所で相談できるのが大きな特徴なんですが、広島県内では3つの市町でこのネウボラのモデル事業をスタートしています。福山市と尾道市とあと1つは安芸郡の町なんですが、それは次の3つのうちどこでしょうか。 A 府中町、 B 坂町、 C 海田町。さあ考えてみてください。どうぞ。そもそも海田町はなんで海田町。いや、海田町の近くだけ聞いたことがない。ああ、なるほど。じゃあ一斉に発表してもらいたいと思います。せーの、どうぞ。おお、一緒。A の府中町。おお、これ男子チームはどうして府中町にした？グループ内で府中町はなんか広島県から独立して自治を行ってるみたいな意見があったので、うん、ちょっとそういうものもやりやすいのかなっていうことでまとまって出しました。なるほど、しっかりした理由でした。女子チームはどうでしょう？府中町はなんか、まあ、若い人がなんか多そうなイメージというか、うん、なんかまあ。まあ、そういうイメージで、はい、若いママさんたちもじゃあ多いんじゃないかと、はい、それでは正解発表。海田町、 C の海田町でした。実は海田町では今年の10月から広島版ネウボラがスタートして、もう今でも多くの方々に利用されてるんですよね、はい、で広島県では2020年をめどに県内全域にこのネウボラが広まることを目標に今いろんなところに施設を作ろうとしているんです。いつかね、このネウボラの施設の建物をみんなが作ってくれたりとか。そうですね、ね、あるかもしれないんで、うん、はい、ぜひ覚えておいてください、はいはい、高校とは思えない光景がバイクも車も、ね、本当ですよね。ブルンブルン音が、車屋さんが入ってるみたいな。かっこいいバイクをいじってる。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今何をなさってる。まあ、エンジンのこの辺から異音がするので、それで原因が何かを求めてる、はい。自動車科の生徒さんたち、はい、自動車科で、ここは自動車部で活動してます。自動車科の自動車部。部長さん、部長さんいますか。はい、あ、こんにちは、部長さん、はい、
今何してたんですか？今エンジンの調整をしました。エンジンの調整。はい。もうそんなことまでできちゃうの？あ、やります。どんなことをここで学んでるんですか？基本的にはその授業で習ったことの延長線上で、うん、であとはそのまあ実習車が壊れたりしたらそれ直したりしますし、はい、あとあっこのレーシングカーなんかは地元の人からいただいてそれを今レストアしています。本物？本物？本物ですよね。本物。へー。エンジンがちょっと悪いところだったらすぐ分かる。大体は、はい、そしたらすぐそこで、まあ、道具があれば直すことができる。はい。普段こう車をいろいろ見ててどんなとこが楽しいですか？いや、 やっぱりなんかちょっと触っただけでもすぐ変わっ、なんか調子変わったりするのが、うんうんうん、そういうの楽しいです。可愛いんだ。はい、そうです、可愛いです。なんでこの自動車科の自動車部に入ろうと思ったんですか？あ、もう自動車に触れるのをやってみたかったんで、はい、やっぱり1年生からもういきなり触れないんですけど自動車部だったらやれるんで、うんうん、大人になるまでの段階で、まあ、自分の車をどういう風にいじってみようかとか自分でどういう風に整備しようかとか考えれるんで、まあ、嬉しいですね。あ、夢が膨らむよね。で、将来の夢なんかあるの？まあ、整備士になりたいですね。やっぱりね、男の子ってね、こういう機械、特に車っていうのはね、うん、自分で操作するもんじゃない、うん、ロマンがね、ありますよね。そう、うん、で、やっぱりそれをね、いじってみたいってのあるんだよね、うんうん。それではここで問題です。現在広島県では女性の社会進出を推進しており、多くの女性たちが職場で活躍するようになってきました。しかし働く女性が多くなる一方である問題が出てきました。その打開策として、最近では多くの企業で職場にあるものを作って女性が働きやすい環境づくりを進めています。さて、そのあるものとは一体何のことでしょうか？考えてみてください。どうぞ。保育施設、職場でも女性では、じゃあ一斉に発表してもらいましょう。せーの、はい、はいはい、まず赤い3年生の方、託児所、はい、はい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 。で、うん、これは理由は、はい、そうですね、やっぱり子育てということなので、その子供を連れて仕事をするってなんか難しいと思うので、うん、託児所を設置して仕事場で子供を見つつ仕事に打ち込める、うん、というのが最善なのかなと思い、出した結果託児所となりました、はい、いいね、それあったらね、助かるもんね。ねえ、読み仮名まで書いてくれました。はい、はいはい、ありがとうございます。読みやすかったです、ありがとうございます。はい、お隣、保育施設、もうほぼ答えは同じですかね、うん、はい、正解、正解は、はい、はい、保育施設こちらの両方正解ですよね。はい、はい、おめでとうございます。いや、さすがみんな常識、一般常識がすごい、ね、すごいよく分かってらっしゃる、はい、うん、そう、今国や広島県が推奨しているのが事業所内の保育施設っていうので、まあ、お子さんがいらっしゃる、はい、女性従業員の方が会社にね、こう保育施設が一緒にあれば働きやすいっていうので、そういうのを作ってる企業がだんだん増えてるんですよ、はい、きっとみんなも将来役に立つと思うんで、そうなった時はね、はい、ぜひ利用してみてください。正解ありがとう。お見事お見事、お見事、さすが自動車部。今回クイズで紹介した子育て支援に関する情報は広島県民テレビの動画でもチェックできますよ。フィンランドの子育て支援制度を参考にした広島版ネオブラ、妊娠から子育てまで一貫して同じ場所に相談できる施設だよね。これから県内全域に広がっていってほしいですね。そして県内で増えつつある事業所内保育施設、女性の社会進出を推奨する上では欠かせない取り組みになってきました。企業側も働く人にもプラスになることばかりですよね。ということで皆さん、引き続き広島県民テレビ要チェックでお願いします。